エアコン用のボタンなんですよこれ。何こんなに静かなの、すごいなこれ。スポーツモードにしたら途端に速くなりましたよこれ。車の話坂戸店のコーナーです。今回も、いないということで私が一人でやらせていただきます。というわけで今回なんか珍しい車来ましたね。アヘッドにとって初めてなんじゃないですか。フォードはサルーン、王道ですよ。クラウンハイブリッドです。これは10年ぐらい前のクラウンかな、はい。まあ、今回ねクラウンがまあ珍しく入ってきたということで、まあ、どうやらね下取りで入ってきたということらしいんですけれども、まあ、本当にねあの非常に綺麗な状態だったので、これね10万キロ走ってるらしいんですけど、でもそんな風には全然見えなくて、まあ、あとはね、まあ、革シートだし、いろんなねあのレーダークルーズとかもついてたりするので、まあ、非常にね、まあ、お買い得に乗れる車の1台なんじゃないかなと思って今日はご紹介をさせていただきますと。革シートですよ皆さん。シートヒーターもついてるし、これベンチレーションまでついてるんですよ。めちゃくちゃ快適に乗れますよ皆さん。この車は、マフラーだけ変わってるんです。あのガナドールっていうねところのマフラー、4本出しのマフラーが後ろについてます。でね、あと見ていくと、まあ、ステアリング周りにね安全装置系がいっぱいついてますね。クルコンもそうだし、これレーダークルーズのボタンですね、はい。あとねやっぱりこう高級車だなっていうのを感じさせるのが、これ上がねナビの画面なんですけど、これね上、今これナビになりました。でこの下見てください、これエアコン用のボタンなんですよこれ。でねこれねエアコンつけると、これねすごいんですよ。見てくださいこれ、ルーバーついてるんですよ。自動で動いてくれるんですよこれ。こういうところやっぱ食らうんだなって感じますよね、はい。あまりにも馴染みがないんでこれびっくりしました、さっき。あとはね、はい、こういう風に開きます。反対からも開きます。であとはねサンルーフついてますこれ、はい。さあじゃあね、あとはねクラウンなんでね後ろの席も座ってみたいと思います。よいしょ。お、やっぱ広いですね。結構足も意外と伸ばせますし、僕ね170センチなんですけど、一応ねここ拳2個分ぐらいは入ります。なのでもう少し背の高い方が乗っても、まあ、ちょっとね屋根は狭く感じるかもしれないですけど、足場的には割と余裕があるかなと思いますし、結構ねふかふかなシートになっていて、まあ、かなりね長時間座ってても疲れにくいんじゃないかなって思いますね、はい。ドリンクホルダーはここにありますね。でこれで肘置きにもなるしということで、これいいですね。あとはねセダンなんでね、トランクルームも広いと思います。トランクルームもね行ってみたいと思います、はい。というわけでねトランク開けてみたいと思います。やっぱセダンですね、広いです。結構もう横幅的には 1m50 ぐらいはあるんじゃないですか。まあ、かなり正直広いですよ、はい。まあ、やっぱりねゴルフ行く方とかはねやっぱりこういうところのスペース気にされるでしょうから、はい。もうこれだったら家族旅行もバッチリです。お土産も詰めます、はい。ということで、まあ、早速ね試乗もしていきたいなと思ったんですけど、僕1個ね気になることあったんです。このタイヤ、これね難関のNS2 っていうタイヤが入ってるんですけど、まあこれアジアンタイヤで、まあ、結構リーズナブルなタイヤなんですよ。なのでこれクラウンと組み合わせた時にどれぐらい静かなのっていうのはちょっと気になったので、まあ、クラウンがねどれだけその静粛性があるかっていうのを良くも悪くもテストできるかなと思ったので、その辺もね含めて、試乗に行ってみたいと思います。何こんなに静かなの、すごいなこれ。全然ロードノイズしないですよ。え、こんなしないものなの。エンジン音も全然しないですね。今一応加速した時にエンジンね起動したっていうか回ったんですけど、これはねものすごく快適ですよ。結構すぐにあれなんですね、バッテリーに切り替わるんですね。
今40キロぐらいですけど、これメーカーの交渉の燃費でいうと20キロ以上は走るらしいんですけど、まあ、実燃費もねこれだとしたら10後半は出ると思うので、もうだとしたらこんなにいい車ないですよね。クラウンなんてもう20万キロ30万キロ普通に走りますからね。これがね本当にレグノとかなんかそういう静かで高級タイヤなんか履いた日には本当にもう何も音がしないんじゃないですか。本当にさーっていう本当にねちっちゃいロードノイズだけしか聞こえてこなくて、まあ、あとはねエンジンが動いた時にちょっと音がするとか、ちょっとね多分加速がねした時なんかはあの割と音はすると思うんですけど、いやでもねめちゃくちゃ快適ですよ。スポーツっていうボタンがありましたよ。ちょっと スポーツで行ってみたいと思います。あ、全然違う。踏んだ瞬間の感度が全然違いますね。お、めっちゃ進むやんこれ。あ、早っ。あ、早いですねこれ。スポーツモードにしたら途端に速くなりましたよこれ。あ、エンジンはね 2.5 リッターのエンジンが積んでいるのでトルクもありますしね、ひとたび踏んだらモーターのね、力トルクも相まってすごくいい加速しますね。だけど静かです、本当に静かです。はい、というわけでクラウンハイブリッドに試乗してきました。いや本当にね、いやめちゃくちゃ静かでしたよ。さすがにねタイヤがタイヤだったんで結構ロードノイズするのかなと思ったんですけど、まあ、ロードノイズもしなかったですし、エンジン音もその電気からねそのエンジンのアシストが入るとき、エンジンが起動したときなんかはかなりねうるさいのかなと思ったんですけど全然そんなことなくて、またそのエンジンがねかかるときもすごく自然で、やっぱりアクセル踏んだらすぐにエンジンかかって加速してくれるし、そのハイブリッドだからそのアクセル踏んだときにちょっとレスポンスがんって思うときもある車って昔乗った車の中であったんですけど、それがねなくてめちゃくちゃ良かったですね。あと 2.5 リッターの NA で178馬力カタログ時だとあるらしいんですけど、パワーもあるので、まあね、ちょっとした加速もね本当にスーって出ていってくれるのでめちゃくちゃ乗りやすかったです。はい、まあ、ただ僕にはまだちょっと年齢的には早い気はするんですけど、でもね乗ってみたくなりました。いつかはクラウンって呼ばれる理由がすごく分かった気がします。はい、こちらのクラウンハイブリッドは平成25年2013年式の 10.1 万キロ走っているお車になります。内外装ともに非常に綺麗なお車になっております。はい、こちら車両本体価格 158.8 万円、総額でですね170万円でのご案内になります。はい、というわけで今回はクラウンハイブリッドをご紹介させていただきました。ぜひハイエットモーターサービスへのお問い合わせもよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。さよなら。お知らせがあります。お知らせですか。はい、はい、この度アヘッドモーターサービスでは一緒に働く一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。なんと我々、はい、あの去年から、まあ、ラリーを始めていろいろなモータースポーツに参戦してるじゃないですか。はい、まあ、そのモータースポーツ参戦経験を通して、まあ、お客様に対して、まあ、チューニングであったりだとか一般の車両の販売とかアフターサポートを行っている中で、まあ、一緒にぜひ働いてみませんか。働いてみませんか。普段のアヘッドモーターサービスっていうのは井上さんどんなところが一番魅力的ですか。個人的にアヘッドの魅力っていうのは、まあ、本当にあの一般の車両の販売からチューニングまで、だから仮に言ってしまえばお客様が買ってくれた後からもずっとサポートして手厚くこういろいろな相談に乗ってチューニングまで含めてトータルでサポートできるっていうのがうちらの強みかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。そしてブレスと、ブレスさんですね。はい、板、ね、金、はいはい、塗装、そして e スポーツスタジオでも、はいはい、おなじみのブレスでも新しく仲間になってくれる方を募集しています。募集しています。ぜひあのトータルチューニングから、まあ、塗装、板金も含めてあの全てやっておりますので、ぜひこの機会に皆さん一緒に働いてみませんか。ぜひ皆さんのご応募お待ちしてます。車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。
車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。